寺尾社長の付き合い方とか、うん、話し方とかもやっぱり全部こういう対応をするのかっていう、うん、あとこういう気温の使い方ができるのかとか、うん、苦労をできることは苦労はした方がいい。その時は本当に大変だし嫌な思いもするし、はい、でも振り返るとすっごいいいことなのよ。あれからもう1年半が経ったんですね、うん、そうだねまずあの超早いなと思って、うん、なんかあの時間の流れが僕ちょっと早すぎ、なんか加速してるような気がして。なるほど。だからあれがもう1年半前かっていうふうにちょっと思ってるのが正直なところなんですけど、うん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 、ただその短いって言った今の1年半の間にいろいろなことが変わったんですけど、うん、仕事面で言うと、うん、あの時ってやっぱりちょっとまだ自分の中で責任感だったりとか、うん、そういったものってあるかないかで言ったら多分まだ足りてなかったのかなっていうのがすごい正直ありましたね。で今その1年半経ってそのワイボジムで、マネジメントも、まあ、マネージャーとしてやらせていただいて、同期とかあとは自分の上司っていうものがジムにいなくなってその下の子たちが増えたっていうのがすごい転機だったかなと思うんですけど、でやっぱり自分がしっかりしなくちゃいけないっていう立場に変わったっていうのが一番の変化で、そこからやっぱり最初はめちゃくちゃもう本当に友だったこととか、うん、あったんですけど、うん、やっぱり意識はちょっとずつ変わってきましたね、うん、パソコン自分がやるのは想像もしなかったので、うん、やっぱりそのみんなのその下の子たちの悩みを聞いたりだとか、あと仕事面に関してここどうしたらいいですかっていう質問が飛んできたりとか、今までってやっぱりどっちかというと誰かにできる人に任せちゃったような気がしたので、その1年半前とか、はい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 、そういうちょっと責任感とかそういう意味で1年半前とちょっと変わってきたのかなっていうふうには自分では思ってますね。なるほど。はい、あのリジュの中で成長はしてるはず、はいね、なるほど、はい、少なからず、うんうん、意識はね、こうなんだろう、変わってきてる、はい、っていうのは俺もあの分かる、はい、じゃあその中でじゃあその1年半前に、話した、まあ、内容だったりとか、はい、思いだったりとか、はい、でその時の気持ちだったりとか、うん、でじゃあ今こう振り返って今俺にこう発言してくれたでしょ、はい、でその当時のお話と今のこう現状のね、はい、あのお話があのちゃんとこうつながってるんであれば、うん、なおさらいいんじゃないの。そうですね、確かに、うん、そうですね、あの時やっぱりいろんな話をしていただいたんですけど、うん、僕がその心に残ってるのが一個階段登ったらもうその下の階段もぶっ壊すみたいなことをおっしゃっていますよね、うん、やっぱそれもすごい実感して、なんかもうこう進んでって交代できるような立場じゃないんだなってすごい思いましたね、うんうんうん、やっぱり何かをやろうとしてその途中で諦めるとか、うん、レベルを下げちゃうってやっぱすぐもうできないだなって立場に自分でもそういう位置にいるんだなっていうふうにちょっと実感した1年でもあって、うん、なるほど。アレスってアパレルができたのもここ1年の話じゃないですか、うんうんうん、でそういうことも含めて自分の見せ方とか行動次第でやっぱりそういったことも全然変わってきたりとか、うん、そういう責任も生まれてきたりとかして、だからそういう意味で本当にもう後ずさりすることも後退することもなくて成長していくしかないんだなっていうふうにすごい実感しましたね。おお、はい、なるほどね、うんうん、素晴らしい、ありがとうございます、うん、まあ、本当素直に素晴らしいと思うところは思うし、はい、であとその一番ね俺の中でその大事だなって思うところって、はい、まず自身のこと、自身ね、うん、自分のことだとしたらいろいろこう日々ね、まあ、業務だったりとか、はい、トレーニングだったりとかね、うん、まあ、業務の中のマネージメントだったりとかっていうのは日々淡々とやってるじゃない、はい、であとはじゃああのこれからまたねあのコンテスト出る出ない別として、はい、じゃあこの先じゃあ自分がどういうねより大人になっていきたいかだったりとか、うんとよりその自分に対しての付加価値ってところもつけなきゃいけないっていうところの中身としては、はい、闘争心だったりとか、ね、気合と根性っていうのも俺いつも言ってるんだけど、そうですね、そう、あのそこもねよりねこう意識をして、で意識だけをするんじゃなくて意識の先にまあその気合と根性をどういうふうにより使っていくかとか、そうですね、あとは、ね、人生を俺がいつも言うね豊かにしていくためにはどういうふうに、はい、意欲を向上させて、うん、でそれでいい意味で闘争心を自分の中でつけていくか、はい、っていうところの、 あのメリハリっていうところも、なるほど、あのもっと深
深くねこう掘り下げて考えて行動した方が、はい、より伸びると思うよ。そうですね、確かに、うん、今じゃあ逆にその大変だと思うことだったりとかっていうのを、はい、まず当たり前にしなさいと。ああ、なるほど、うん、その今自分が思ってる大変なことがもし当たり前になってしまったらより高みを目指せるわけでしょ、うん、そうですね、うん、要するにそれも階段のぼ一歩ずつこう登るのと一緒で、うん、そう今自分が大変だって思ってるところもじゃあ1年後2年後はもう全然もう当たり前以下になっちゃってるかもしれないし。そうですね、そうだって今何歳だったっけ、今年何歳なんだっけ。今年28になりますね。もうそうでしょ、はい、28歳だとしたらもっともっとこうなんだろうないろんな意味でね、うん、成長もできるはずだし、はい、うん、もっともっとレベルを上げてほしいし、うん、大切なところっていうのはやっぱ優しさだったりとか、うん、思いやりだったりとか、はい、謙虚な気持ちだったりとかあとは義理を大切にする。そうですね、恩も大事ね、大切だよね。そうですね、うん、そういうところもちゃんと忘れずにね、はい、初心の心を忘れべからずと一緒でそこも踏まえてみんなとねタッグを組んでやってってみな。わかりました、うん、そうするとまた新たな扉は開けるはず。そうですね、確かに、うん、いやそうですね、うん、なんかその当たり前のやっぱレベルっていうのは本当にそれもいや確かに大事だと思いますね、うん、なんかその新しいことがこう始まると最初それに戸惑ってもどうしようもできなくなって、うん、もう壁にぶち当たる時があるんですよね、うん、だそれもやっぱり人に聞いたりとか、うん、自分で勉強したりしていつの間にかちょっとずつできるなって、うん、やっぱそれが当たり前になってきた時がまたその一段階成長できた時かなって思うんで、やっぱそれを繰り返していくっていうことですよね、うん、ひたすら。そうだね、そうですよね。あとはね人によってね当たり前の基準っていうのが違うのよ。あ、で俺が言ってる当たり前、はい、あとはリジュが言ってる当たり前、うん、の基準というのは絶対違うと思うんですね。そうですね、そう、それは別に否定はしないんだけど、はい、自分なりにできること、はい、あとは約束したこと、はい、っていうのは絶対的に 100% やった方がいい。なるほど、うん、そうするとよりね、じゃあ、うん、俺もそうだし、はい、理事の後輩、ね、スタッフもそうだし、あとは対外的な方もそうかもしれないけど、うん、よりね信頼だったりとか、はい、信用だったりとかそういう部分もよりつけていった方がいいと思うし、そうですね、そう、あとはよりね責任感というところ、そう、そこもねより強化した方がいいし、うん、そう、うん、無駄にね人生生きてもしょうがないから、うんうん、そうですね、そう、身のあるね人生をこう送るためにはそういう部分というのは、はい、非常に必要だと思う、うんうん、寺尾社長からやっぱりそのずっと僕は見させていただいてますけど、うん、寺尾社長からその勉強することってすごい多くて、うん、そのやっぱり特にそのこの本当に前動画だった1年半のこの間にいろんな人と多分出会ってきたと思うんですよ、うんうん、その例えば宮迫さんとかもそうですし、うん、AK69 さんとかもそうですし、うん、そういうやっぱりそのいろんな方と出会ってそういう方々との寺尾社長の付き合い方とか、うん、話し方とかもやっぱり全部こそっと見てたんですけど、うん、やっぱりなんかすごいなと思いましたね。ちょっとこそっと見てました、ね、はい、こういう対応をするのかっていう、うん、あとこういう気温の使い方ができるのかとか、うん、そのちょっと仕事ってでも仕事なのかな、それもやっぱり、うん、なんかそういった部分もすごい勉強になることが多かったですね。なるほど、だからこそその寺尾社長自身もいろんな人のやっぱそういうやっぱ接し方をしてると味方がすぐ増えると思うんですよね、うんうん、やっぱいろんな人から信頼されて味方も増えた結果仕事もやっぱり絶対伸びていくはずじゃないです か、うん、だからそこの能力が本当すごいなと思って。なるほど、そこを絶対に見習うべきだなと思いましたね。ほう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 、僕もその YouTube でいろんな人とコラボするんですけど、うん、そうだね、もうそうです、すごいいろんな人と本当に関わっていったんで、うん、その腰の低さ、腰を本当に上からいかない、うん、丁寧に接するってことをすごい意識して、うん、それも寺尾社長の真似をさせていただいたような形なんですけど、うんうん、意識してましたね、うん、はい、いいじゃない、素晴らしいと思うよ、はい、すごい勉強になったんです、本当に。だまあその真似できるところはね、はい、真似した方が話早いと思うし、うん、あとはその自分のまあフレーバーというかね、はい、自分のこうなんだろう、まあ、培った性格ってものがあるから、はい、そういうのもまあプラスしてこう使っていけばいいと思うし、ただインプットするんじゃなくて、インプットしたんだったら今度そのインプットしたことをちゃんと行動に取った方がいい。ああ、なるほど、そう、どんな時でも行動は大切だし、はい、それこそ今いろいろコラボしてんじゃん、リジュは、はい、木澤さんとこうコラボした内容を見てたけど、そういうようにどん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 こうね、いろんなこう方々とね、はい、出会っていろんなお話をして、うん、でいい経験を積んでいくはずだから、そこも無駄にしないこと、はい、だと今理事が言ったさ、仕事だから
こう俺がいろんな方と接してとかって今お話いただいたんだけど、はい、うん、そこは俺全く考えてなくて、あ、はい、そう、人とし、まずね、人としてっていうところ、はい、もう素だよね、簡単に言ったら素を、そう自分の素で、あの人様に対して接する、はい、そうすると変な気も使わないし、なるほど、自分の素を出せるから、その中で仲良くなれた方だったら、ね、もしかしたらそこから何かしらの発展、例えば仕事につながったりとか、はい、まあ、仲間になったりとか、まあ、様々な、ね、次のステップアップがあるとは思うんだけど、はい、世の中ね、勘違いしてほしくないのが、はい、仕事がもちろんやらなきゃいけないよね、うん、仕事というのはね、基本的に生活していく上で生きていくためにはね、そうですね、はい、そう、ただし、順序っていうところしっかりこれ守んなきゃいけないんだけど、はい、じゃあ急に、じゃあ例えばの例を言うとさ、はい、じゃあリジュが新たな方と出会いました、人を通じて、はい、急に仕事の話する、そうしないですね、例えばその仕事の何かしらの案件が、ね、両方ともあって、うん、じゃあ打ち合わせしましょう、はい、じゃあお話ししましょう、で一発目からお仕事の話をするっていうのはまあ当たり前なんだけど、うん、そうじゃなくて、はい、仕事じゃなく出会った方々と急に仕事の話はできないでしょ、うん、そうですね、いきなりはそうですね、確かに、いろんなコミュニケーションを取って、はい、まあ、仲良くなって、うん、でその先がもしあるんだったら、じゃあ一緒に仕事していきたいなとか、あのいろんなこう発展をこう考えていくわけじゃない、そうですね、そうそうそう、それの一環、なるほど、うん、俺はまずもう本当自分の素でいろんな方々とコミュニケーションを取って、はい、で人間はあの合う合わないって絶対にあるから、うん、そこでこう自分に偽りをこうせずに、はい、素直な気持ちで接することによって相手は素直にその気持ちを受け止められるはずなんで、なるほど、そう、それの繰り返しキャッチボールだから、あ、そういうことですね、そう、全然深くないから、へえ、うん、そういうふうにやっぱあの信頼が築かれていってるんですね、そうそう、全然俺はあのそういうとこはあの狙っていってないから、なるほど、うん、作ってないってことですね、作ってない作ってない、逆に作ってしまったらあの相手に必ず見つかされちゃうし、まあまあまあ、そうですよね、そう、あのいいイメージにはならないと思うのね、なるほど、うん、かといってイメージをよくこう見せていきたいなじゃないのよ、はいはい、そう、もう そこは俺の中は当たり前になっていて、はい、でその中で、素で、あの素直な気持ちでこうコミュニケーションを取る、もうそこだけ、なるほど、で何かしら そこを、まあ、その気持ちよくコミュニケーションを取った後に何かしら発展があればいいな、でいいんじゃないかなって思うけど、ね、へえ、自然にがキーワードですね、本当に、うん、じゃあ例えば筋トレでね、はい、例えたらさ、じゃあベンチプレスね、はい、じゃあ結構、まあ、ギリギリできるメインセットがありますよ、はいはいはい、力んでる時と、うん、こう力んでない時って、はい、どっちがパフォーマンスがいいですかっていう話、そうですよね、間違いなくリラックスしてる時の方がやっぱそうでしょ、そうですね、そうなので、あの、まあ、筋トレ例えちゃったけど、はい、まあ、基本的に何事もこうなんだろう、リラックスできるようなこう自分の状態を作って物事動いた方が結果は出しやすいと思うよ、うん、いやそうです、大事ですね、確かに、うん、確かに作っていい人ぶろうと思っても絶対化けの皮って剥がれますもんね、うん、と思う、そうですよね、うん、それよりも確かにその日常生活の本当にあらゆるところの人付き合いから素で行った方がやっぱり、うん、その自分の本当の姿もやっぱり相手に気に入ってもらえると思いますし、うん、そうだね、そうですよね、そう、まあ素と素直な気持ちが一緒かな、うん、うん、そうですね、そうそう、とにかくね、素直が一番いいのよ、いや確かにそうですね、そう、そこでね、いろいろ多分これからもっともっとその人間力っていうところは磨かれていくはずだし、はい、あとはね、生きていく中で人望力っていうのもね、非常に必要になってくるし、そうですね、そう、あとはリジュの今のね、会社としての立ち位置、はい、立場っていうところもより考えていかなきゃいけないし、そうですね、そう、そういうところはもうね、もう30代手前だからね、もうね、そうですよね、言っちゃったら本当そうですよね30代手前ですね、そう、ね、俺なんかもう今年40になっちゃうからね、そっかそっか、そうだよ、ちょうどあの何でしたっけ、江戸が一個一緒離れてるんですね、そう、一回り違うね、12歳離れてるんだけど、同じね、犬の指導士なんだけど、そうですね、でももうね、20今年8っていうその年のね、年頃ね、俺がその28の頃はちょっとね、こうプレッシャーかけちゃうけど、はい、こう今の20のマインドよりも高かったと思うよ、そうですよね、うん、あとは例えば苦労をできることは苦労はした方がいい、
その時は本当に大変だし嫌な思いもするし、はい、まあ、とにかく良くないよその時はね、うん、でも振り返るとすっごいいいことなのよ。なるほど。そう、成長のためにやっぱ必要だったな。そう、失敗したことだったりとか嫌な思いをしたことだったりとかって基本多分記憶から消えないと思うのね。うん、そうですよね。うん、じゃあ自分がそのまあ、 あのいろんなまあ日々こう積み重ねてって、はい、でそのうち多分振り返ることもあると思う。まあ、うん、俺はね振り返りは大事だと思うんだけど、はい、その振り返った時に自分が、体験した失敗したことだったりとか苦労したことっていうのは、はい、今に至ればね、あの時こうだったけどこうやったから今乗り越えて今があるんじゃんっていうことも絶対振り返った方がいいし。なるほど、うん、少なからずだって苦労はしてきてるじゃん。うん、そうですね。そうそう、何が言いたいかって言ったらね、はい、うん、でその苦労も失敗も、うん、無駄にしないこと。そうですね、確かに、うん、本当ですね。あの失敗とか苦労があるから人っていうのは成長するからね。うん、そこも絶対にあのこれからよりこうなんだろう行動してほしいかな。そうですね、うん、